どうも、猫のです。今回は、ゼリーコン、どうも、猫のです。今回はアメリカンチェリーのタルトを作っていきます。なんでかっていうと、タルトとかね、結構久しぶりやけん、作ろうかなと思って、作ります。なんか久しぶりやね、タルトとか。なんかこんな世間話みたいな感じだったっけ。ということで、作ろうと思うので、作っていきましょうね。ゆる。はい、ということでね、今回まあメインはアメリカンチェリーなんやけど、ちょっとねタルト生地とかの方にピスタチオを合わせようかなということで、まずはピスタチオの、パートシュクレ、まあ、サブレ生地、タルト生地やね、それを作っていきます。まあ、めちゃくちゃこれシンプルやけん、もう動画で100回以上出てきた、シュガーバッター法です。バターになんか砂糖やら、これ粉糖なんやけど、粉糖やら、あ、ちょっとしけっとるんやけど、ちょっと待って、あ、なんかちょっと今、あ、すげえ俺サクサクいけとるみたいな、すげえなんかもう手慣れてるなと思ったんやけど、ダメやったね。何の話しちゃったっけ。あ、そう、なんかこの砂糖とか卵とか粉とかをなんかボン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 入れていくやつがシュガーバッター法です。まあ、このねパートシュクレは基本この作り方やけん、これさえできればね大丈夫。まあ、基本ねゴムベラで混ぜていくだけやけん簡単なんやけど、ポイントとしてはここやね、ゴムベラのここの部分ってこう混ざらんで、バターだけの部分がこうなんかずっとおるけんムラができるけん、これなんかボールの縁で細ぎ散らかす。ってやるとこうまんべんなく混ざる。で、混ざったら次全卵で、これはね、室温です。まあ量も少ないけんね、計量してほたっとったらすぐ室温になるけん、まああれやったらなんか湯煎とかでちょっと温めてください。でこれはね、2回ぐらいに分けて入れます。分離するけんね。でまあ今日のね動画は多分なんか短くサクッと終わりそうやけん、ちょっとね多分おしゃべり多めだと思います。っていうかまあいつも喋っとんだけどカットしよるんよね。まあ、まずねこのなんかよくお菓子でねめっちゃ出てくるこの乳化って何みたいな話なんやけど、まあ、これね言い出すとキリがないんやけど、簡単に言うと水と油をつなぐためには乳化剤っていうものが必要で、その天然の乳化剤としてよく使われるのがこの卵、この卵っていうか卵黄の方やね。卵黄にレシチンっていう水と油を取り持ってくれるやつがおるけん、そいつを使って、この乳化させてるっていう感じですね。まあチョコレート、ガナッシュとかは、まあ、チョコレートにレシチンが入っとるっていうこともあるんやけど、生クリームとか牛乳に含まれてるカゼインっていうタンパク質、そいつにも乳化させる作用があるけ、結構喋ったね、カットされそう。はい、でこんな感じで綺麗につながったら OK。 そしたら最後に、薄力粉とあと今回ピスタチオパウダー入れます。でも今回ちょっとこのままこっちに振っちゃいます。でそしたらこれ最後ゴムベラでなんかわーっと練りすぎんごつ切ったり潰して広げたりでこうなんか表面積増やして吸わせていく感じ、まあ、いわゆる切るように混ぜるってやつでやんす、やんすとかちょっとキモかったね、ごめんね。まあ、こっちのパートシュクレの方はピスタチオパウダーそんなに入っとらんけん気持ち程度って感じやね。この後のねクレームダマンドでも入るけん、はい、こんな感じでこう全体的に粉気がなくなってちゃんとバターが粉を全部吸ったなっていうぐらいで、ここでもねこのゴンベラの縁の部分をこうやるやつをやる。はい、こんな感じ。はい、そしたらこれラップで包んで、はい、これで冷蔵庫でまあ数時間から一晩ぐらい休ませます。はい、じゃあ今ねこのパートシュクレ作ってそのまま取り寄るんやけど、タルト台焼くときにクレームダマンドっていうのを絞り入れて焼くんやけど、作り方も似とるけんこのまま作っちゃおうかなと思って、こっちはね別なんかパートシュクレみたいに休ませる必要はないんやけど、先に作って冷蔵庫とか入れとっても全然 OK やけん作っちゃおう。で多分今日のやつは作りやすいけんね、やりやすい感じの流れの方がいいかなと思って、もうね、作っちゃいましょう。でね、動画やけんこういうなんか綺麗なボールとか使いよんのやけど、このさっき使ったボール、これまあちょっと粉とかさついとるやんって思うかもしれんけど、これでそのままここにバター入れてクレームダマンド作っていいけん、やったら洗い物も減るし、この粉糖のボールとかこれもそのままでいいけん、そういう風にやるといい。
いいね、なんか今日レッスンみたいな。でね、クレームダマンドはさっき作ったパートシュクレの薄力粉が入らないバージョンって思ってくれたら大丈夫。もう一緒一緒で、バター柔らかくしたら、粉糖、もうこれも一緒バーッと。でさっきのパートシュクレより、あの砂糖とかの入る量もちょっと多いけん、こうしっかり混ぜムラがないように。で、ちょっとね、作り方あの一緒って言ったんやけど、ちょっとだけ変えます。あの基本的には一緒なんやけど、さっきはね薄力粉とピスタチオパウダー一番最後に入れたんやけど、クレームダマンドはこの卵の前にこっちのピスタチオプードルとアーモンドプードル入れちゃいます。でこれわーっと入れて、このクレームダマンド作る時に普通にさっきと同じように卵を入れてアーモンドの粉入れるっていう人もおるんやけど、まあどっちでもいいよ、どっちでもいいんやけど、まあ小麦粉と違ってこのアーモンドプードルとかはグルテンが出るっていうこともないけん、先に入れといた方がこの後卵を入れてあの分離するっていうことないけん、先に入れとった方が失敗しづらい。ただこいつら油いっぱい持っとるけん、あんま練りすぎるとね、あの滲んでなんかベチャーっとした感じになるけん、なんかグルテンが出らんけんつって、もうなんか死ぬほど練っていいわけじゃないけん注意して、ね、で同じように混ぜます。でクレームダマンドはね、できるだけあの空気を入れん方が、まあ単純に焼いた時になんかボコボコってならんし、まあ、空気含んどらん方が口当たりが良いとされてるので、バーってやるんやなくてすり混ぜる感じでいきましょう。で、一番最後全卵やね。でこれも室温に戻してます。3回ぐらいに分けて入れましょうか。これも一気に入れたりすると分離するけん。とうとう無言で混ぜてしまった。ごめんね。みんななんかこれ暇やろうけん、YouTube でも見といて。何を言うのやろ俺。はい、こんな感じでクレームダマンドピスターシュの完成。はい、じゃあそしたらこれぴったりラップして、でこれで、冷蔵庫入れときます。ただ冷蔵庫ずっと入れるとまあ固くなるんやけど、絞る前にちょっと室温に出して絞りやすくしますということで、冷蔵庫で。はい、じゃあそしたらね、まあ、パートシュクレとクレームダマンド作って、あの今冷蔵庫あるんやけど、もう一個ね作って置いときたいやつがあるよね。仕上げで使う、キルシュのクレームシャンティ、まあ、生クリームに砂糖とか入れて泡立てたやつクレームシャンティっていうんやけど、まあ、それにちょっとキルシュさくらんぼのリキュールをちょっと強めに入れたお酒チックなクリームではあるんやけど、キルシュなくてもいいけん。そしたらまずちょっとお湯用意して、で、ホワイトチョコレート湯煎して溶かしときます。まあ電子レンジとかでもいいんやけど、ホワイトチョコレートあの焦げやすいけん、まあ心配だよっていう人は湯煎の方が安心。はい、そしたらこっちの手鍋に、生クリーム 42% と、35% の生クリーム入れてます。まあこの辺は全部 42% にしても、全部 35% にしても、一応なんかちゃんと泡立てて使ったりっていうことはできるけん自由でいいんやけど、ただね、あの全体的な、まあこのチョコレートも入るけん、全体的なこう脂肪分とか変わるけん、口当たり重くなったり軽くなったりとかするけん、まあなんかね、そこはねちょ好みでやってみてほしい。好みなんてねえよっていう人はあの頑張って 35% と 42% を買ってきてほしい。はい、で生クリーム軽く沸騰したら火から下ろして、 50g だけこっちのホワイトチョコレートに入れます。でそしたらこの 50g の生クリームとチョコレートで一回ここでこうしっかりした乳化した、ガナッシュを作ります。このしっかりした、乳化をさせんとこのチョコレートと生クリーム混ざらんのやけど、全部を全部乳化させると最終的にこれ泡立てて使用するけん重くなっちゃうよね。ちなみにこのクレームシャンティの作り方はガトワールグレイでもやった、ガトワールグレイでは紅茶のやつでやったんやけど、それと同じです。ちなみにこのやり方はハリセベイユっていうお店の金子シェフがやってるやり方です。そしたら残り入れます。でこの後から入れる残りはこう泡立てようみたいなイメージです。でこっちはそんなもうがっつり乳化取らんでわーっと混ぜたら OK。はい、そしたらある程度粗熱取れたけん、最後にキルシュ。そしたらぴったりラップして、これも冷蔵庫入れときます。もうパートシュクレとか、ダマンドとかもうクレームシャンティとか、あの事前に作るやつこれで終わりやけん、後半はねジャジャッといきましょう。はい、じゃあそしたら、一晩休ませたパートシュクレ、これ焼いていきます。
で、今回この長方形の型使うんやけど、ちょっとねこう薄くサイドとか、バター塗っときます。今回ねあのタルトストーン入れんけん、まあ、入れんけんっていうかうちになくて今あのアトリエの方にちょっと持って行っちゃってるので、こう側面が倒れてこんように薄くバター塗っときます。で、型にバター塗ったら、パートシュクレ伸ばしていきます。で軽く練って、でちょっと強力粉振ってこう台にくっつかんようにしながら伸ばしていきます。まあ、型より大きくて、であと3ミリ厚ぐらい、まあ、これ3ミリのアクリルルーラー当ててちょっと伸ばしてるんですけど、でちょっと室温高くて柔らかくなっちゃったんで、まあ、みんなも生地さすがに柔らかいなってなったら、あの1回この状態で冷蔵庫で冷やします。そしたら、これ型に敷き込んでいきます。でこういう四角い型でも、まあ、丸い型でも一緒なんやけど、この底、縁の底の部分、ここにあのここにもしっかり生地が入るように、ここに空気が入っとるとなんかボコーってなって、なんか焼き上がりもふにゃっとしてかっこ悪いけん、はい、こんな感じでわーっと入れたら、この後もう一回次は冷凍庫に入れてちょっと硬くして、この縁シャッシャッとできます。でも10分ぐらい、この辺硬い方がこの後ナイフで切った時スパッと出るけん、はい。でそしたら、まあちょっとね今回あのタルトストーン入れんっていうのもあって、ピケしっかりしときます。ちょっとねあのタルトストーンある人はタルトストーン乗せてください。まあちょっとねそこ浮いちゃうかもしれんけど許してほしい。はい、こんな感じ。ちょっと多めにしといた。そしたらこれで180度で15分ぐらい焼いてきます。この後クレームダマンド絞って追加で焼くけん、ちょっと浅めに焼いてきます。はい、そしたらこんな感じで、今15分焼いてきたとこで、底とかもうっすら白くはないこう焼き目がついてきてるなぐらい、この辺で止めて大丈夫。そしたらこれちょっと粗熱が取れたら、この後クレームダマンド絞って焼いていきます。はい、じゃあこのタルト台の方粗熱取れたんで、クレームダマンド絞っていきます。クレームダマンドはちょっと室温に置いて柔らかくしてるやつです。でちょっとまあゴムベラとかカードとかこういうちっちゃいパレットとかでもちょっと多いかな、ちょっとねクレームダマンド使い切りじゃなかったけん、もし全く同じ型でやりたいよっていう人のためにグラムを計算しておきます。はい、70グラムぐらい残っとるけん、全部で320グラムできたうちから70を引くと250グラムぐらい絞り入れてます。この生地の中にも入れて焼こうと思います。種取り機みたいなやつあるんやけど、別これじゃなくてもいいけん、ツイッターかなんかでチェリーの種取りのペットボトルかなんかでちょっとこうやるやつがあったけん、ちょっと書いとくわ、あの下の字幕で書いとくわ。よいしょ、180度で25分ぐらい焼いてきます。よいしょ、はい、そしたらこんな感じでしっかり、焼き色がつく感じで焼きました。俺25分って言ったんやけど、プラス5分ぐらい足してます。そしたらこれも粗熱取れるまで待ちましょう。はい、そしたら次は、仕上げで使うナパージュを作っていきます。だいたい動画でねナパージュ使うときってあのナパージュヌートルっていうこうなんか既製品買ったやつが出てきよったと思うんやけど、ないけん加熱して使うタイプの、ナパージュを作っていきます。でちょっとレモン汁使うんやけど、全然普通のポッカレモンでいいんやけど、レモン切るとなんかおしゃれかなと思って、買ってきました。
でもっと言うとね、ナパージュなんて飾りというか味重視じゃないけん、もう絶対こんな絞らんでいい、フレッシュで。みんなはポッカレモンを買いなさい。余るし、こうやってね、余ったら飲んでくれ。はい、ということでね、ナパージュを作っていくよ。まあ、作り方ね、めっちゃ簡単やけん、まあ、手鍋に水と、水飴で、これ火にかけます。で、こっちの手鍋沸かしおる隙に、これグラニュー糖と、ペクチン、LM ペクチン、まあ、LM ペクチンって何って思うかもしれんけど、あの普通にね、あのスーパーとかで売っとるペクチンは全部 LM ペクチンやけん、 HM あるのかな、俺は見たことないんやけど、普通のやつまあ HM 使うことって多分あんまないけん、と HM と LM ってまあちょっと種類が違って、あのカルシウムだったり、糖だったり、酸だったりとか、何で凝固するかが違うよねっていうやつです。でこれね、しっかり混ぜとかんとダマになるけん。で、今50度ぐらい、まあ、レシピではね50度ぐらいって書いてるんやけど、別なんか60でも70でもいいけん、まあ、これ入れた時にね、さっと砂糖が溶けるようにっていうことで、ある程度温めてください。でそしたらダマにならんごつホイッパーでかき混ぜながらこっち入れていきます。で、これペクチンはね、あの必ず沸騰させんと固まらんけん、ゼラチンとかと違ってね、溶かすだけじゃダメやけん、しっかり沸騰させていきます。はい、こんな感じでしっかり沸騰させます。そしたら火から下ろして、で、レモン汁加えます。でちょっと泡が気になるけん一応こします。まあこさんでもいいよ。わーっと、でこれ冷やすと、あの固まってゼリーみたいになるんやけど、もう一回使うときにちょっと温めて溶かして塗るっていう感じで、これぴったりラップします。まあぴったりラップするならどうせ取るときに泡取れるけん、こさんでもよかったかもしれん。っていうか、なんかこうしてもそんな泡取れんわ、なんかダメや俺ごめんね、なんか余計な工程を増やしてしまったね。はい、こんな感じで、これで、粗熱取れたら蓋して冷蔵庫入れます。はい、じゃあちょっとね、使うかわからんやつを作ります。使わんかもしれん、もしかしたら。でちょっと仕上げでね、パールアガで作ったジュレをこうなんか散らすといい感じになるんじゃないかなみたいなちょっと思ったけん作ります。手鍋に水入れて、でこれ火にかけて、でグラニュー糖とパールアガ、凝固剤ですね、まあ、ゼラチンとかペクチンとか寒天とかの、仲間やと思ってくれ。でグラニュー糖に入れて混ぜ合わせときます。パールアガーね、ダマになりやすいけん、あれこのシーンさっきも見たぞって思った人、あの安心してほしい、それナパージュやけん、あの大丈夫、巻き戻っとらんけん安心して。でこれもナパージュと、似たような感じで、水が温まってきたらホイッパーで混ぜながら入れます。で、そしたらこれもしっかり沸騰させます。ちなみにこれはね、杏仁豆腐とライチのジュレっていう動画と、パフェと、あともう一個で使ったような気がするんよね。これ俺のお気に入りのジュレなんよね、パールアガーの。で、それをね、ちょっと今回キルシュに変えてるっていう感じです。杏仁豆腐の動画とかもうバリ夏い。いつよあれ。なんか台風の日に作ったことだけ覚えとるわ。はい、こんな感じで沸騰したら火からあげます。で、最後にキルシュ。まあ、サクランボのお酒やね、これ。まあ、今回チェリーのやつやけんね。これを入れます。はい、そしたらこれボウルとかに流して、はい、そしたらこれぴったりラップして、冷蔵庫で冷やしときます。はい、じゃあそしたらね、型から出して、なんかいい感じのサイズの、プレートがあったけんこれにのしとんのやけど、そしたらこれを、仕上げていきましょう。はい、クレームシャンティ、キルシュのクレームシャンティの冷蔵庫入れとったやつやね、これを泡立てていきます。でちょっとね、この表面の方、こう脂肪分の膜みたいなやつ貼るんやけど、あのこうやって絞って戻して大丈夫やけん、そしたらブイーンしていこうね、ブイーンって。はい、でこれチョコレートも入って、あの結構締まっとるけんすぐ泡立ちます。で最後手でちょっと微調整して、で両サイドにぐるぐるぐるって絞っていこうと思います。
で、そしたらちょっと飾りで使うチェリーを用意していきます。ほい、チェリーいっぱい買ったけんいっぱい使おう。でこういう時はね、もう持ったもん勝ちやけんね、ダイナミックかつ斬新繊細ストイックマルチビタミン、まあこういうやつじゃないタルトでも一緒なんやけど、下の接着用のクリームとかが見えたらダサいけん、中途半端に盛るのもねかっこ悪い、なんか貧乏な感じしてダサいけん。でやっぱチェリーはね蓋付きがあってなんぼやけん、蓋付きもところどころ盛ると、こういう作業のね俺苦手意識が強いんよね。実はなんか変ななっちゃったらどうしようとか思うんやけど、意外とねやってみると好きだったりする。ちょっともうちょいもうちょい足したくなった。四つ割りのちょっと細かいやつ作って隙間埋めようかな。気持ち中心ライン、あの高さを出すっていう、こういうなんか最後に乗っけるやつとかで、ちょっとね真ん中を高さ出してやるとなんかいい感じになる、なんでかは知らん。で、そしたらナパージュ、ちょっとこれ電子レンジで溶かしてきます。まあだいたい50度ぐらいまで溶けたらいいかな。はい、ナパージュ溶かしたら塗ってきます。で、あと作っとったキルシュのジュレ、フォークでわっと砕いていきます。これねこうなんかキラキラしとって綺麗やけん、まあちょっとねナパージュ塗るけんいらんかなと思ったんやけど、ジュレの ASMR、 ちょっとねこれを乗せてみます。ちょっとこうところどころに置いてキラッとした感じになるかなっていう。あぶねえ、あやらかすとこやった、危なすぎる。今ほとんどのリスナーが舌打ちした気がする。でちょっとね彩りでピスタチオのアッシェ砕いたやつも買ってきたけん、適当に散らすことに意味がある。はい、いい感じ、今タルトええ感じやね、いいんじゃないでしょうか。そしたらサムネイルを撮ってきます。はい、じゃあそしたらカットして食べます。でね、今波場の包丁が家にないけん牛刀で切っていきます。波場がある人はね波場の方が切りやすいけん、このタルトがねギコギコギコっち。はい、ということでいただきます。うん、アメリカンチェリー、あ、なんかうまいわ。あ、キルシュのクリームいいわ。ちょっとね、まあ、アルコールめっちゃ苦手っていう人からしたらうってなるかもしれんけど、そんなね思ったほどアルコールっていう感じではない、生地と一緒に。いただきます。うんうん、あ、生地がうめえわ。あちょっと待ってよいしょ、ごめんね汚くて。このピスタチオのクレームダマンドマジうまい。ごちそうさまです。いやうまい、アメリカンチェリータルトなんやけど、あの主役は生地やわ。フレッシュな要素でアメリカンチェリーがおったり、キルシュ大人チックな風味とか、まあそのクリーミーな感じ、そのキルシュのクレームシャンティがおったりみたいな感じ、あくまで主役は生地っていう感じで、ちょっとね今切ったところにジュレなかったけんジュレ食うわ。うん、やっぱこのアガーのジュレいいね。なんかねこのジュレちょっとひんやりしたみたいな、主役が結構そのタルト生地とか、クレームっていうのでちょっと重ためやけん、ゼリーのこうひんやりした感じみたいなやつが要所要所でアメリカンチェリーとあの一緒に味わうっていう感じがめっちゃ良い、
良いです。はい、ということでね、ちょっと久しぶりのタルトやったんやけど、チェリーの時期っていうのもあるし、とにかくバチバチうまいけん、ぜひ作ってみてください。そしたらね、チャンネル登録やらコメントやら高評価やらサブチャンやらツイッターやら、あとシャルーメっていうお店も始めたので、オンラインパティスリーを、そっちの方もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。